こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人のナイロンジャケットはこれが最強というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。ところで皆さんは服を選ぶときにどんなことを重要視してるでしょうか？僕の場合は着た時にテンションが上がるかどうかと、あとは第三者から見て素敵に見えるかどうか、ここはですね結構重要視してるわけなんですが、とは言ってもですね、日頃の着こなしの中でおしゃれさも重要なんだけども、サクッと着られてなおかつ機能的っていうアイテムもですね、かなり重要度が高いかなと思ってるんですね。そういった意味でロング丈のコートとかはおしゃれでいいんですけども、どうしても機能面で言うと丈が長いので、ちょっと着るにはですね、気合が必要だったりするわけですね。一方で着丈が短くてラフに着えるものというのはですね、すごく手軽ですし、一着あるとめちゃくちゃ重宝するわけですね。そういった点を加味すると、僕はですね、ナイロンジャケットだとかソフトシェルと呼ばれるようなジャンルのものですね、このアイテムはもう外せないものなのかなというふうに思ってます。結構休日の男性を見ていると、こういったナイロン系のジャケットを着ている方少なくないかなと思うので、大人の男性にとっても比較的馴染みのあるアイテムかなと思うんですが、まあ選択肢がたくさんあるので、どれを選べばいいのかわからないという方も少なくないかなと思ってるんですね。そこで今回の動画では、僕が考える大人に似合う最強のナイロンジャケットということで、一つ皆さんにですね、厳選してアイテムをご紹介ができればなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的なアイテムを解説していきたいなと思ってるんですが、その前ですね、ナイロンジャケットというと結構ですね、代表的なブランドが3つあるんですね。まあ、皆さんも知ってるものが多いかなと思うんですが、まず1つ目はノースフェイスですね。これはもうロゴを見ればですね、多くの方がハッとするかなと思うんですが、割と大人の男性であれば着てる方も増えてるようなブランドで、アウトドアのイメージも強いんですが、最近はですね、街着としてもだいぶ浸透してきてるかなと思います。ナイロンジャケットもそうですし、それ以外にも T シャツだとか、あとはボトムスですとか、トータルでアイテムを作ってるので、結構馴染みが深いのかなというふうに思っています。僕自身もノースフェイスのアイテムが大好きで、ナイロンジャケットも持っていますし、あとは手袋だとか、ボトムスですとか、あとはサンダルですとか、様々なものを買ってきたわけなんですが、このようなノースフェイスからももちろんナイロンジャケットがリリースをされています。そして二つ目がですね、パタゴニアというブランドなんですね。このブランドのイメージとしては、かつてですね、古着が好きだった人にとっては、パタゴニアって結構憧れのブランドで、すごくおしゃれな人が着てるイメージがですね、僕の中では強いんですね。環境に配慮したものづくりもですね、早い段階から行っているブランドで、かなりですね、コアなファンが多いのがパタゴニアというブランドなのかなと思っています。近年ですね、パタゴニアの人気もまたですね、再来しているので、ナイロンジャケットもですね、パタゴニアを選ぶというのもすごくいいのかなというふうに思っています。そして3つ目のブランドですね、これは個人的には一番好きで皆さんにもご紹介したいんですが、それがですね、アークテリクスというブランドですね。まあ、僕の動画の中でもよく出てきているのがこちらのナイロンジャケットなんですが、スコーミッシュフーディというモデルですね。このブランドの特徴としては、カナダのですね、高品質のアウトドアブランドではあるんですが、デザイン的にですね、すごくストイックでシャープなものが多いんですね。ノースフェイスだとかパタゴニアももちろん機能性は高いんですが、その中でもアークテリクスというのは革新的な機能性と、あとはですね、シャープなデザインを兼ね備えた非常にですね、人気のブランドになってるんですね。とは言っても、このロゴを見てハッとする人って正直そんなに多くはないかなと思うんですね。それなりにファッションに対するこだわりがないと、なかなかですね、知らないようなブランドかなと思うので、ノースフェイスよりも個人的にはですね、人との違いが出しやすいブランドなのかなというふうに思っています。ちなみにアークテリクスというのはアウトドアのブランドとしてのイメージも強いんですが、その他にもですね、アークテリクスベイランスというですね、アパレルブランドも持っているんですね。こちらの服も結構僕は好きでよく見るんですけども、アークテリクス本体はアウトドアのイメージなんですけども、ベイランスに関しては都市生活にマッチするような機能性とシャープなデザインをですね、合わせ持ったようなブランドなんですね。これまた非常にですね、人気で、おしゃれ中級者以上の方にですね、結構愛されるブランドなんですが、まあこのようにですね、アークテリクスというのは自社でアパレルブランドを持つぐらい、デザインにはですね、結構特化をしているブランドなのかなというふうに思っています。そして僕の動画の中でもよく出てくるこちらのスコーミッシュフーディというモデルなんですが、まあアークテリクスって結構価格帯が安いものから高いものまでピンキリなんですね。高いものだと10万円を超えてきたりして、なかなか手が出しにくいところがあるんですが、その中でもスコーミッシュフーディというのは割と手軽に買えるので、とは言っても安くはないんですよ。このモデルが一番最初の1枚としては手頃かなと思うんですね。
まあ、僕自身も大好きでこちらをガンガンに着ていたわけなんですが、今回僕がご紹介したいのはですね、こちらではなく、最近新しく買ったモデルがありまして、それがこれなんですね。アークテリクスのベータ LT というモデルなんですね。価格はですね、正直グッと上がります。5万5千円というところで、正直僕自身も相当迷いました。買うまでに2ヶ月ぐらい迷ってどうしようかなと思ったんですが、やはり試着を重ねた結果、これは長く使えそうだなということで思い切って購入をしました。どちらもブラックのですね、こういったシェルジャケットなので、正直ですね、パッと見では違いがわからないかなと思うんですが、着た時に大きな違いがありまして、そのあたりもですね、今回皆さんにはお伝えしたいなと思ってるんですが、ざっくりお伝えすると、スコーミッシュフーディの方が生地の質感としては柔らかいです。そしてサイズ感はコンパクト。僕の体型ですね、164センチ、53キロだと、普段は S を着ることが多いんですが、こちらは M にしても、それでもですね、割とサイズはコンパクトなんですね。そして軽量かつ着心地が良くて、小さくコンパクトにまとまる点が非常に便利なんですけども、こちらのですね、ベータ LT に関しましては、どちらかというと質感は固めなんですね。パリッとしていて、ゴアテックスを使っているので、水の侵入をしっかりと防いでくれるという利点もあります。ただ、やはりですね、僕はこれアウトドアでガンガンに着るというイメージではなくて、日々の生活の中で着るので、そこまで高い防水性ってあまり求めてはいないんですが、この張り感のある生地の質感というのは、個人的にはめちゃくちゃ気に入ってるんですね。この2つの見栄えの違いというのは、これから実際に着ながらですね、皆さんにお伝えをしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。僕は身長164センチ、53キロなんですが、今回サイズ選び結構迷ったんですね。結局買ったのはこちら S サイズなんですが、こちらは海外表記なので、日本サイズに直すとワンサイズ上の M 相当にはなるんですね。ですので、このサイズでもですね、程よくゆとりがあって、個人的にはこれぐらいがいいかなと思って購入したんですが、まあ最近はですね、こういったナイロンジャケットだとか、ソフトシェルジャケットなんかもですね、ちょっとたっぷりめに着るというところも少しずつトレンドにはなってきているので、あえてワンサイズ上げるのもいいかなと思ったんですが、ちょっとやりすぎ感があるかなと思ったので、僕は S サイズを選ぶことにしました。まあこのようにですね、たっぷりめのサイズ感なので、皆さんが通常で着るサイズを選んでも僕はバランスがいいのかなと思っています。このサイズ感においては先ほどのスコーミッシュフーディとはものすごい違いがありまして、あちらはですね、あえてワンサイズ上げた M を着ても、ここまでゆったりしてないんですね。ちょっと違いはですね、こちらを見ていただきたいなと思うんですが、丈の長さも全然違くて、LT の S の方がおそらく3センチぐらい長いんですね。身幅もゆったりしてるので、このあたりには大きな違いがあるのかなというふうに思ってます。あとは素材の質感ですね。かなりですね、パリッとした感じで、そのあたりに高級感があるんですね。同じブラックなんですけども、色味もですね、こちらの方が深みのあるブラックで、個人的にはそういった点にもですね、違いが出てくるのかなというふうに思っています。あとはですね、このフード周りですね、この立ち上がりが、スコーミッシュフーディは生地が柔らかいので、そこまでパリッとしないんですが、こちらを見ていただくと結構ですね、襟の立ち上がりが良くて、首前の雰囲気は個人的にすごく気に入ってるんですね。しっかりと襟が立ってボリューム感が出るというあたり、ここら辺がですね、個人的にはすごくポイントになってくるのかなと思っています。まあデザイン的には本当にシンプルではあるんですが、素材の質感がすごく上品なのと、そしてサイズ感も適度にゆとりがあって、今のトレンドの中に取り入れても、すごく相性がいいようなソフトシェルに仕上がってるのかなというふうに思ってます。ノースフェイスのロゴもね、こう控えめに入ってるんですね。ビームスとのコラボレーションモデルで、アークテリクスのロゴがオレンジっぽくなってるものも可愛かったりするんですが、まあ、個人的に長く使うのであれば、こういった通常のシルバー系のですね、ロゴが入ってるものが、やっぱり使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。これは派手さはないんですが、すごくですね、個人的には、大人の男性に似合いやすいような一着なのかなと思っています。まあ、先ほどのスコーミッシュフーディも、最初の一歩としてはすごくいいんですが、こちらに着慣れて、もうちょっとですね、高級感があるものが欲しいなとか、さらに一歩踏み出したいなという方には、アークテリクスのこちらのベータ LT はすごく満足が高いかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあいろんな着方ができるかなと思うんですね。コーディネートも考え方次第なんですが、僕自身はあまり頭を使わずに、あえてスポーティーなアウターなので、全身ブラックとかモノトーン系でまとめてしまうのが、意外と相性はいいかなと思ってるんですね。今の僕の着こなしはもう前閉めてしまってるので、中に着てるものは見えないですが、バンドカラーのシャツを着てるんですね。せっかくなんでちょっと前も開けてみたいと思います。はい、ということで開けてみました。どうでしょうか？内側にはですね、ダークグレーのバンドカラーシャツを合わせています。
こういったナイロン系のジャケットというのは、そのものがかなりカジュアルなので、内側にはですね、ちょっとシャツだとか、そういった小綺麗なものを合わせても、意外とバランスがいいかなと思っています。色はダークグレーということで、全身をモノトーンで構成すると、アークテリクスらしいシャープさがですね、出せるんじゃないのかなというふうに思っています。もちろんもう少し季節が進んだら、まあ、T シャツとか合わせるのもいいかなと思うんですが、シンプルな無地の T シャツだとか、あとはですね、バンドカラーのシャツなんかが意外に相性がいいので、ぜひ皆さんも合わせていただければなと思っています。あとはボトムスですね。これもですね、僕の動画の中では定番となっているような、腰回りはゴムになっているような、イージータイプのスラックスですね。こういったもので合わせて、少し小綺麗な感じを出してあげるのが、個人的には好きなんですね。しかもブラックですね。まあ重たいぐらいなんですが、こういったスポーティーなアイテムはモノトーンでまとめるのが個人的には好きなので、こんな形で着ようと思っています。そして足元なんですが、これはスニーカーですね。結構アークテリクスとニューバランス、僕は相性がいいなと思っているので、こういった形で足元はグレー系という形で、パンツとの色のつながりも考えてあげるとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。本当にね、休日にサクッと着るというのが、アークテリクスの最高に使いやすい点かなと思うので、あまりコーディネートはこだわりすぎずに、こういった形でですね、少し小綺麗なシャツだとか、スラックスなんかと合わせながらですね、着てもらうと、すごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、大人の最強のナイロンジャケットはこれだというテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。結論はですね、こちらの、アークテリクスのベータ LT ですね。これがめちゃくちゃいいですよというお話をさせていただいたわけなんですが、まあ、正直ですね、以前ご紹介させていただいたスコミシフーディもすごくいいアイテムなんですね。ここに関してはもう好みでしかないと思うんですね。やっぱり価格もすごく上がってしまうので、万人向けのものではないかなと思うんですね。本当にファッションが好きな方だとか、まあ、すでにスコーミッシュフーディを持っていて、上位互換バージョンを持ちたいという方だったら、すごくおすすめだと思いますし、あとはですね、せっかく買うのであれば、長く着たいだとか、より大人っぽく見えるものが欲しいという方には、ベータ LT はすごくいいモデルかなというふうに思っています。それぞれにね、やっぱりメリットとデメリットがありまして、LT に関しては、割とパリッとしてる生地の質感、そこにですね、魅力があるんですが、着心地で言ったら、スコーミッシュフーディの柔らかさの方が、個人的には好みですね。あとは、コンパクトにまとめられる点でもですね、気軽に持ち運びがしやすいというのも、スコーミッシュフーディの方が、はるかに上かなと思うんですね。ですので、使い勝手としては、こっちの方が上なんですが、着た時の満足感だとか、重厚感だとか、あとはですね、サイジングのバランスとか、そういった見栄えの部分で言ったら、LT は完成度がめちゃくちゃ高いので、もう名品だと思いますね。このジャンルにおいては、殿堂入りするぐらいの素晴らしい仕上がりかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、2つを着比べながら、自分の理想のものをですね、一着揃えてみていただければなと思っています。ちなみに今回ご紹介したものはアークテリクスですが、このジャンルの中にはですね、先ほどお伝えしたようなパタゴニアだとかノースフェイスもありますし、それぞれのブランドの良さがあるんですね。アークテリクスというのはやはりコアなブランドなので、万人受けするようなものではないんですね。本当におしゃれが好きな大人の男性にですね、刺さるようなブランドだと思いますし、一方で一般的に見てですね、おしゃれさというのが伝わりやすいのはノースフェイスだと思うんですね。ある程度の知名度があるからこそ他人が見た時にですね、あ、ノースフェイスだなっていう形で認知してもらえるという点もすごくメリットだと思うので、そのあたりは皆さんのコンセプトによって選び分けていただければなというふうに思っています。まあ、こんな形でですね、これからも大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、こちらのチャンネルとは別にですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものも運営をしています。そちらではですね、今回のようなちょっと中級者向けの内容ですね、ユニクロとか GU だとかそういったもの以外のセレクトショップのオリジナルだとか、ちょっとコアなアイテムをお伝えしたいですとか、あとは週に一度ですね、生配信を行ってるんですね。そちらの方では皆さんからのご質問にガンガン答えてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。